一連様、モルフォの居場所が判明しました。本当かい？それは良かった。そうだね。ここは念のために彼に迎えに行ってもらおう。はっ、直ちに手配します。やれやれ、これでようやくプロジェクトが進むよ。この施設が無駄にならずに済んでよかった。ただいま、シアン。おかえりなさい、GV。ああ、突然お邪魔するよっと。お前は僕が倒したはず。ああ、やっぱそこ突っ込む？めんどいな。まあ、いつか答えなくても。君がモルフォちゃん？上からの命令でね、モルフォちゃん連れてくよ。はぁ、だる。さっさと帰って寝よ。待て、メレク！使っちゃうかな。成分待て、待つわけないだろ。君はこれの相手でもしててよ。自慢の新兵器も君には肩なしだね。誰？うん、よかった。周波数はこれで合っているみたいだね。はじめまして、ガンボルト。僕はシデン。君が倒してくれた能力者たち直属の上司さ。一応君はこれまでうちのアイドルの面倒を見てくれていたみたいだし、挨拶とお礼くらいはさせてもらおうと思う。小切手でいいかい？ふざけるな！シアを返すんだ！できない相談だね。彼女は今回のプロジェクトに欠かせない姫巫女だ。プロジェクトだと？世界中の能力者をサイバーディーバ、彼女の歌で管理する。それが僕が進めているディーバプロジェクトさ。彼女の歌で能力者を洗脳する気か？
宗教に教育マスメディア洗脳なんて教義大して珍しいことじゃない。この国を守るためには必要なことなんだよ。テロリストの君にはわからないだろうね。それじゃあね、ガンボルト、彼女のライブ配信せいぜい楽しみにしておいてよ。待て、俺たちを舐めてやがるぜ。落ち着けジーノ、たった今諜報班から報告が入った。どうやらシアンはスメラギの衛星拠点雨の浮き橋に連れ去られたようだ。衛星軌道から全世界にモルフォの歌を拡散する。おそらくそれが連中の狙いだろう。我々としてもこの馬鹿げた計画何としてでも阻止せねばならん。僕が行くよアシモフ、彼女は僕が助ける。雨の浮き橋に行くにはスメラギの軌道エレベーターを使うしかないわ。まずは軌道エレベーターのコントロールを奪わなければならない。そっちは俺たちに任せな。な、リーダー。ああ、GV、お前には陽動と正面突破を任せる。大変だとは思うが、お前ならばやれるはずだ。ありがとう、みんな。頼んだぞ、GV。チームシップス、ミッションスタート。